いや、木の柵じゃない。あのね、ね、アルファラプトルが多いから、石の柵を作ろうっつって、石ホリザウルスをいっぱい集めてきて、たところにアルファラプトル襲われたのね。あ、ちょっと待って。確かに。ね、ここでさ、アルゲンテイムしてから帰ろうぜ。みんな、俺死んだよ。ね。ありがとね。見てくれて、いつも。こんなすぐ死ぬのに。ありがとう。なんか知らないけど、落っこっちゃった。なんだったの今。何が起きた？おい、もう何で起きた？何が落ちた？今の何？今 E ボタン押してた俺。今なんで落ちた？今のパラシュートだったら開けましたが、開けるわけねえだろ。ルフィのモノマネするので精一杯だった。おいルフィ！ルフィとゾロのモノマネでいっぱいいっぱいだった。だってことはさ、ルフィのモノマネもしなきゃいけないわけじゃん。相当やべえぞ。まずはルフィのモノマネして、そのルフィを咎めるゾロのモノマネしてから、パラシュート開かなきゃいけないから。三つの工程に分かれてるの。かなり鬼畜。そのゾロ何枚ありますか？あるじゃん。俺の嫌いなところ。おい、ルフィ！糸が壊れたよ、ルフィ！ってやつ。ゾロの一番の名シーンあるじゃん。あ、バフついてる！ 15！ ハンゼウじゃん。だいたいレベル15のアルゲンで、ハンゼウと一緒のレベルだ。スタミナがね、やべえ。